でそんな大和朝廷がですね我慢の限界に達していたちょうどその頃、東アジアにおいて大きな変動が起きました。589年のことです。589年に隋という国が中国大陸を約300年ぶりに統一したんですね。ちょっとこれが準備がいるんでね、待ってくださいね。実は私こういうのを用意してきました。やはり隋クラスになると地図がいるんでね。ありがとうございます。ちょっとやっていきますね。はい、あとこれにちょっとつけましょうか。はい、これ日本の端っこですね。でこれ朝鮮半島で、隋ってこんなにでかいんですよ。やっぱりこうやって地図で見たら隋のでかさって分かりますよね。でね、この隋なんですけども、中国大陸を300年ぶりに統治した。でこれにとこのことによって朝鮮半島の3つの独立国や日本我が国は非常に辛い立場に追い込まれたんですよ。なぜか分かりますか？中国大陸が統一されたということは、それまではね、中国大陸を統一しようと思ったら中の中国の中におけるエネルギーっていうのは中に集中するでしょう、ね、いかにして中国でっかい国を統一するかということで、今までは中にエネルギーが向かってた。ところが統一されてしまうと、もう中にエネルギーを使う必要ないんですよ。そしたらそのエネルギーどこ行きます？外へ行きますよね。外へ行くということは当然こっちにも、あるいはこっちにも来るわけなんですよ。ということはその中国のエネルギーが朝鮮半島や日本に来たらえらいことなわけです。で果たして隋は統一派の果たした直後に、とりあえず陸続きのこの高句麗を攻め始めたんですよ。で一度はその隋の激しい攻撃を跳ね返します、高句麗は。しかしだからといって一回跳ね返したからってもう次二度と来ませんなんて、そんなアホなことあるわけない。要するに高句麗のピンチは続いてるわけなんですよ。でもこれ高句麗のピンチであって高句麗だけのピンチじゃないんですよ。我が国にとっても当然ピンチです。どういうことか、隋が高句麗を攻めようとしたしましょう。そしたら当然次新羅や百済だってやられますよね。この3カ国が仮にやられたらどうなります？朝鮮半島を隋が支配するようになったら、朝鮮半島と我が国ってほとんど離れてないんですよ。そしたら海を渡って隋が攻めてくる可能性だって十分あるわけなんですよね。だとすれば我が国は朝鮮半島を経由して攻めてこられてしまったら、いわゆる朝貢外交からの脱却を目指すという目標を達成するどころか、逆に我が国が滅びるという亡国の危機っていうことになっちゃうんですよね。えらいことです。ですから我が国も緊張が走りました。さあどうすればいい。しかしね、歴史の面白いところなんですよね。そんなピンチの折に誰しもがあっと驚くような強気の外交を展開して、見事にこの亡国の危機を回避した。しかも我が国の朝貢外交を朝貢外交から脱却するという目標を達成してしまった政治家が現れたんです。その政治家こそが誰やろう、この人です。はい、もちろん皆さん有名ですよね。当時の若い摂政であった聖徳太子なんですね。